スマホを変えてちょっと難しいとこがありまして、おはようございます。もうちょいしたよね。スマホがめちゃくちゃ重いんで。お、大丈夫ですね。おはようございます。ハウリングを起こしてそうな。聞こえておりますか？大丈夫ですかね。画面的にも問題ね。ここまで映るのか、ここまで映るのか。あ、2日後は100年後、ライブ配信。2日後は100年後ライブ配信楽しみ。いつもながら遅い日曜日、早起きして楽しみます。2月27日に突然現れた。そうですか。なんか収益化をした途端、 Google さんが多分めちゃくちゃ宣伝してくれるような形になったんやと思うんですよね。僕もちょっとびっくりして、わーっと増えたんですよね。もうめちゃくちゃなんか突然あれをしだしてですね、宣伝というか多分あれですよね、おすすめ動画に上げまくってくれたのかわかんないですが、約10ヶ月やっていて収益化をしていなくて、この3週間で10ヶ月分の人数が増えるという、なんと。おはようございます、稲葉さん。いつもねありがとうございます。いつも本当にねコメントもくれてね。今回はね、あれが鬼好評には作品が来てなくてありがとうございました。めちゃくちゃ多かったんで。ね、2週間に1回ぐらいがありがたいですよね。やっぱね、じっくり書いたのをね送ってほしいですね。パスウンパスさん、小木曽先生の YouTube が目の前に現れた。いやー本当にね、ちょっとまだ恐竜、下に恐竜おりますんで、多分もうすぐ行ってくれると思いますが、今日は下書きをなしで行きますんで、どうなることやら、まあなんとかできる自信はあるんですけど、自信あるからやるんですけどね。よし、ちょっと準備がこれでできたのかどうか、2週間ぶりだとちょっと不安ですね。準備ができたのかな。もう初めて見られるという人もいると思うんですけど、私のそんな長くないですよ。1時間、この、一応10分前から不安で不安でおじさんしゃあないから、10分前に準備するんですが、過去3回ぐらい失敗してるんですけどね。うわ、すげえ恐竜が出た。聞こえました?北海道の風景ね、楽しみにしておいてくださいね。もう実は、ちょろっと書いてはいるんですけどね。でもとにかく不安やから早めに準備して、一応10分前に準備をして、いつも、いるということなんですが、始めるのはいつも9時半なんで、おトイレとか行っておいてくださいね。いやーほんと北海道のですね、本当にめちゃくちゃ、まあ、友人がですね、もうめちゃくちゃな友人でですね、本当にもうどこやねんっていうとこ連れてってくれてですね。お、テルオチャンネルさん、おはようございます。テルオチャンネルさん、もしかしてテルオチャンネルさんかな、あのテルオチャンネルさんから。まあいいや、ほっとこう。赤坂さん、おはようございます。楽しみにしていてください。笠葉さん、いつもありがとうございます。テルオチャンネルさん、あれかな、 GoPro のあれかな、案件かな。まあいいわ。声がちょっとどうしてもこういう感じで、マイクを通さないので聞きづらいかもしれませんけど、お許しください。これスマホでやってます。スマホと文字は iPad で読んでおります。もうこれしか私にはできません。誰か助けてください。佐賀県に YouTuber はいないのか。私の周りにはやはり1000人を超えている人がいませんので、でね、誰か手伝ってほしいんですけど、全くわからない状態です。昨日挙げたこの、長崎の風景も僕は案外こういい感じでいったと思ってるんですね。よかったら皆さん見てみてくださいね。アクリルやからって、アクリルとかあんま人気ないですもんね。マスキング液とかの
あれも案外良かったと思うよな。鬼工業シリーズが増えてくると、こういう作画系の動画をどのタイミングで上げていいか私わからないんですけど、誰か教えてほしいです。ありがとうございます。俺初めてライブ見てください。もう喋りながら書いてますからね。これ喋ってる人と書いてる人が同じ人ですからね。ずっとダラダラ喋りますよ。北海道の話しましょうか。その本当にねひどい男でですね、いやスノーシュー、北海道の方もね結構私のチャンネルおられるんであれですけど、人生で初めて履いたのに、その日は朝宿から野中温泉っていうところ泊まって、そこから1時間半歩かせやがって、それで次は摩周湖のあの上の方の遊歩道なんていうんですかね、それでも雪めっちゃ積もっとるところ、あれ何時間4時間半ぐらい歩かせましてね。でもすごい絶景が見れました。人がいないとこいないとこを彼は選んでくれてですね。お、新しい方もいますね。あ、バイリンマスキング2回やってました。そうでしょ、面白かったでしょ。これ結構面白い。本当に北海道に行くのに、なんか海外旅行ばりに緊張しましたもんね。雪国って僕行ったことほぼないので、雪の時の雪国ですね。ね、案外これええと思うんですよね。ザザザザと1時間半ばかりでその北海道に旅立つ朝、なんか運動会に行く、運動会ちゃうわ、遠足に行く子供のように朝、ね、眠れなくてですね。お、タミコさん北海道行きましたよ。これは白村さんかな、白村さん、おはようございます。北海道の風景楽しみです。楽しみにしててください。ベルさん楽しみにしてました。過去の動画もほとんど見ました。200本もありますもんね。松 T さんおはようございます。え、そうなんですか、摩周湖の近くに住んでるんですか。初めてスノーシューを履いてあの上をですね歩かしやがったんですよ。ひどい男と思いませんかね。考えられないですよね。あ、中川博さん、あ、初めてライブペイント、あ、はい、うまくいかなかったら謝罪をしますね。いくつか見せましょうかね。アーカイブには残ってないんですけどね、一番初めじゃないですけど、これこういうのも実はやってるんですけど、縦と横の設定を間違えるというハプニングで動画を削除しました。これが一番初めやったかな。これが多分12月ぐらいやったと思いますけどもね。でこれで1時間ちょっとだと思います。今日も多分1時間ちょっとです。これも、あ、これライブペインティングでやってないか。まあこういうことをやっていこうと思います。あと1分ほどで始めようと思います。これもね、めちゃくちゃ可愛いね。あと1分ほどで始めようと思います。時間通り始めます。これですね。三浦さんもおはようございます。三浦さんも北海道だったかな？違うかな？フレッシュコーヒーとメモを用意して始まるの。流氷の間に落ちたのはびっくりしました。まあ僕はひょいひょいと楽勝で行ってたんですけどね。嘘です、めっちゃ怖かったです。さあ、あと30秒ですね。私の時計と多分皆さんの見えてるのが多分ね2秒か3秒ラグがあるんですよね。私の方の時計で、行こうと思います。入試みたいですよね。回答を始め、これね、やめとこう。もう細かいこと言うのやめとこう。まず水をですね、こう一番初めが一番緊張すると僕は呼んでいて、ちょっと静かにやりますね。本当申し訳ない。
初めがね、ちょっとね見えないんで、下書きをせいやって話なんですけどね、ほとんど出来上がりは変わらないはずなんですけど、自分でも自分にプレッシャーをかけるというね。皆さん下書きした方がいいですよ、もう初めから言っときますけど、エンターテインメントとしてやってるだけなんで。よいしょ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 よいしょ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 よし、ちょっとパレット見えないんですね、ちょっと少しでもパレット見えた方がいいと思うんで、ちょっと筆を上に動かします。2週間間空きましたもんね、まあ、大学の仕事ももちろん忙しかったんですけどね、今の時期は入試の話であるとかですね、あとは卒業の判定会議、まあ私の男も今年も無事になんとか卒業が約9名できそうな雰囲気です。僕14年やっていて退学者1人しか出してないんですよ。褒めてほしいですよね、大学ももうちょっとね、めっちゃくちゃ少ないんですよ、多分退学者1人、休学もほとんど僕書きませんもんね。よいしょ、ちょっとこれで一回ギギ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 ギと、すみません、ちょっと見えにくいと思いますけど、ちょっと斜めにしたりとか、ちょっとすみませんね、こういうところはもうライブらしい、ライブのライブっぽいというか、まず空だけビビビビビビビ、ちょっとこっちに溜めつつ、おおお、いけいけ、頑張れ、山の稜線によって、いけいけ、頑張れ頑張れ、ぎゅーっと一通り行って、お、緊張感を持って、だだ、角度だいぶ急にしますね。まあ、こんなんしてるとある程度こう何歩かやってると均等になってきますよね。こぼれたら取りましょう。よいしょ、という感じでまず空をドンと描きました。でちょっと乾かす間は少しなんか下に要は角度つけときたいんで、マスキングテープでも置いときましょうかね。それでちょっと坂道作っておいてですね、よいしょ、うわ、もう103人すごいですね、今日早いですね、皆さん早起きですね。よいしょ、さあちょっとじゃあグイグイ行こうと思います。基本的には今日はおそらくこの平筆を中心に使っていくと思います。ぶっとめの平筆ですね、うん、よいしょ、中継、何を書いてるかわからないのもいいでしょう。何書いてるんですか、何書いてるんですか、ちょっと時計で見えない、ね、ザバッ、あ、コメント全然出なかったな。いっぱい来て、マシューコの近くに住んでる流氷の間に落ちたのびっくりしましたよね。本当ですよね、僕はあの一緒に行った友人が高校時代にあの流氷ではないですが、なんかね、高い木に登ってね、高い木、なんか何の木やったかな、針葉樹っぽい木やったと思うんですけど、葉っぱがこう、葉っぱがなんていうか、とんがった木やったんですけど、それの上にボールが乗ったんですね。ボールが、なんかサッカーかなんかしてたか、なんか遊んでて、でその木の上からやつはズルズルズルっと落ちていったのを未だに僕映像で覚えてますもんね。すごい高さ落ちましたよ。バツバツバツ、
鬼コーヒーを拝見して遅刻しました。そうですよねあの今も50何人今日今週も来ててあれなんですよ、もう日曜日から上げないといかんなと思ってもう僕は可能な限りその作画動画を作りたいというのがあるんですが、それの数がちょっと多くなってきてですね、ちょっとこうご遠慮いただけたらなっていう方は言ってるんですけどね、なかなか遠慮いただけなくて、まあそれも断るのもちょっとと思って一応はやりながらも次回はちょっと遠慮いただきたいななんて言うんですが、やっぱ毎週送ってくる方は毎週送ってきますもんね。まるで書道家のようでしょ、ね、旅先で見かけた良い風景はスケッチしてくる。いや、まあ、今回時間なかったんでですね、やりたかったんですけど1枚だけやりましたね。1枚だけ本当にもう10分15分でシャシャと書いたんですね。10分ぐらいかな。その温泉宿、結構有名な温泉みたいなんですけど、温泉宿の、おかみさんがなんか楽しかったんで10分で水彩描いてあげました。カタログもちょうど持って行ってたので差し上げました。行かれてください。野中温泉ってめっちゃ秘境で、あ、びっくりしたんですけど、あの温泉宿で洗うところがないんですよね、体を。そんなんあるんですねびっくりしましたよ。あ、体洗わんねや。一緒に行った友人は余裕で洗わへんよって言ってましたけどね。もうそれにショック受けましたね。なんとかこう一生懸命歯磨いて顔だけは水道で洗いましたが、すっごいこうなんて言うんですっけ、なんてオントネっていう、あのオントネ、あれ湖ですか、オントネっていうところの湖のすぐ近くにある、温泉宿でした。こいつがね、ちょっと乾くの待つんですけどもね今7分経過ね。ちょっと多すぎた場合、ほんの少しだけ取ってあげて、取りすぎるとあれですけど、こうまたこれが端の方にビューっと行ってくれますので、重力で行ってくれますので、乾きを少し早めたいときは少し取ってあげてくださいうんとねっていうとこかな。いや、ほんと海外旅行に行くぐらいのなんか緊張感とあれでしたね。で、ここ今書いてるのはもう言いますが、これはですね、知床五湖です山ですね、森です。で、熊の爪痕とかがめっちゃありましたよ熊の爪痕よし、呼んでいこう、頑張るぞ。マシューコまで1時間ですが、私はマシューコの方が好きです。裏マシューコ、あれですか、 なんか駐車場で、駐車場でしたっけ、第1とか第2とかあってあれですかね。僕多分裏マシューも行ってますね。わかります、わかります。いいですよね北海道の人ね、すごいですよね、あの雪の中ね生活されて。でも当たり前やでって言うんですけども、まあこっちの人間からすれば、行く前日は20度あって、行ったらマイナス10度とか30度の差ありましたからちょっとびっくりしますよね。まだちょっと乾いてんかな、もうちょっとですね、この辺が乾いてきそうですね。おー、121人、すごいですね。石田純一さんの純チャンネルを超えれるか、私のチャレンジは続いております。えって聞こえそうですよね。よいしょ。毎週金曜日やってますか、皆さん見てくださいね。僕も見てないですけど、皆さんも見てくださいね。よいしょ。オンネットですか本当ねえかとずっと思ってた。もうなんかオンネトですか、すみません。もうね、もう初め何のことかよくわからんかったんですよ、その友人が。オンネトかオントネかなんか言ってて、何を言ってはんのかなこの人と思ったら、それ湖の名前なんですね。ええー、と思って、結構有名なんちゃうんって言われたけど、いや申し訳ないけど知らんかったわっていう話をしましたけどね
ちょっと乾くの待ってられんので行きますね。すみません、いつものようにドライヤーかけます。うるさいですよ、すみません、許してくださいね。うわー、本当は自然乾燥した方が多分綺麗に乾くと思いますけどね。もうごめんなさい、もう時間もあれなんで、皆さんの貴重なあれですかね。まよまよまよさん、おはようございます。 Look very nice. Thank you very much. どこのカットでした。よいしょ。なんかすごい、もう本当になんかちょっと頑張って字幕をつけてるんですよ。あれで合ってるかどうかもすごい不安なんですけど、もう本当に周りにやっぱいないって不安ですよね。どうやってやれば、字幕の付け方もようわからんけど、字幕付けてくださいって言われるから、でもようわからんなりにこうつけていってみて、でもなんかそうするとすごいこう視聴者の特に外国の方が増えてきて、なんか動画によっては 10% ぐらいがイタリア人とかね。 10% イタリア人ってすごい。あ、今11分経過しましたね。10% イタリア人ってすごいな。で、何の動画かっていうと、お金についてのやつですね。お金についてのやつがイタリア人がもうすごい見てるみたいですもんね。面白いですね。132名となっています。増えましたね。神の声行きましたよ。そこはそこも歩かされたんですよ。ほんと多分ここに見てるやついますよ、この中に。どっかにそいつがすっごい歩かされて、ヘラ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 、大したことないよって言うと、お前体力あるかやななんて最後言われましたもんね。ひどいとこですよね。行きました行きました。あの一昨年ですかね、のゴールデンウィークにちょうど令和に変わる時ですか、その時に北海道来たんですよ。でもすごい感動して、まあゴールデンウィークということと、まあってですね、すごい感動したんで、そうするとその僕の友人がその界隈に住んでいて、高校の同級生なんですよ。まあ変態なんですけどね、完璧なる変態なんですけどね、もう頭がちょっとおかしい人で、まあまともな仕事にはついてるんですけど、頭おかしい人なんですけど、でそいつが言うには、北海道ってあんま冬来なっていうことを言うわけですよ。で今回ちょっともう僕も忙しいけども、海外旅行に一切行けてなかったんで、もうちょっと取材が全くできていないのもあって、相当こうやっぱストレスだったんですね。プレッシャーとストレスで、要は今度個展の時どないしようかなと思って、もうネタがないわけですよね。で困ったなと思ってた時に、ちょっとこうそうふと思い出して、そいつが言ってたことをですね、冬の北海道はええでっていうので、本当は1月ぐらいに1回こう予約をしたんですが、その時ちょっと感染状況が良くなかったんで、こう1回キャンセルして、でもう1回こう予定組み直しまして、で2月の末やったらば流氷が見れるっていうことで、流氷とかも見に行ったわけですよ。ねえ、そうな、上の子池も行きました。上の子池も結構絵描いてますよ僕。すごい素敵ですよね。いいですね。イタリア人ではありませんが日本人です。あ、そうですか。あれももうだってこう相談受けてですね、もうなんかこう文章に書くの難しかったから作ったんですよね。であれ分かりました、あのなんていうか、ヘアとワイシャツと私的なタイトルにしたら面白いかな、キャッチーかなと思ってつけたんですが、誰も気づいてくれないですね。うち の妻だけは、あ、買い物行ってくれはったわ。優しいでしょ、うちの奥さん、本当に優しいんですよ。この1時間ぐらいね、今ちょっと抜けてくるわって言ってですね、あの私のこんな道楽に付き合ってもうてですね、本当に申し訳ないですね。こんな感じでですね、今買い物に行ってくれとるんですよ。優しいでしょ、本当。完全にね、でもちゃんと今日は午後はチビ僕が連れてきます。ほらほらほら、変なに乾き方したでしょ。これが私の悪いとこ、ね、皆さんは落ち着いて乾かしましょうね。こういうこと起きます、こういうことね。あの皆さん落ち着いて乾かしましょうね。時間ある方が多いかもしれませんもんね。私は時間ないわけじゃないけど、これ1時間でやるって言うてる以上1時間でやりますからね。そしてどうかな、いけるかな、この辺は乾いてるかな。あ、全然乾いてなかった。これは、名村さんの筆ですね。で今使ってた筆っていうのはこっちの方かな。これどこの会社でしょうね。名前が消えましたね。なんかよくある、こういうデザイン用のこういう筆でいいですよ。こっちやったとこ、ゴッ
バンコクのこういう平筆とかも使えますしね。ラウスだけかしら。あ、これどこなんですかね。そういうこと。何だけかちょっとすみません。僕こう書いてて、毎度毎度その子に聞こうと思ってですね。これ何で、その頭おかしい人、この辺とか登ったりするっぽいですよ。夏に登るって言ったかな。でも冬の山とか登るらしいんですよ、頭おかしい人。完全に頭おかしい。今日は頭おかしいばっかり言ってますけど、本当は頭おかしいんですよ。よいしょ。ほんとすごいですね、世界自然遺産のね。でもやっぱり、中国の方とかいっぱいね、この状況下の前は来られていたって言ってましたけど、今はあんま来てないって言ってましたけど、それでも多かったですよね。よいしょ。冬に知床は行きません。そうですか、寒すぎるってことですかね。やっぱなんかこう防寒の服を用意してくれてたんで、その人がですね、友人が防寒のなんていうんですかね、冬の行きますよ、皆さんね、行きますよ、この辺かな、僕も一発で行かなあかんからね、緊張感ありますよ。グッズバ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 ズあんま待ってられへんので行きますね。あ、やばい、滲んだ。ズバ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 ピューピューね、大きいこう、動線を作ったわけですね。ビヨンとね、こっちも欲しくなってきますけどね。こっちもよいしょ。ズバッズバ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 、どの辺がいいか、この辺か、この辺か、緊張感を持ってですね、ズバ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 、うるさいっていう人はミュートにしてくださいね。ビュー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 、これで構成が出来上がるわけですよね。それでここのとこにある程度目が行くような形になってきますもんね。で、まあ、まめに、150、すごいですね、増えましたね。170っていうのが一番ね、最高ぐらいでしたもんね。よいしょと、拭き取ります。よいしょ、平筆いいでしょ。なんかこれね、平筆なんかよう使うのは、昔こう、アニメーションの専門学校で1年間だけ教えていたんですけども、そこでなんかこう、はい、アニメの背景の描き方を教えてくださいって言って、15年ぐらい前ですけども言われて、でスタジオジブリさんのあの映画、もののけ姫はこうしてできているっていう動画あるんですけども、でそれを見ていたら、もうほとんど平筆でこうやって書いてるんですよ。でそれ見て、あ、平筆でこんな書けんねやっていうので、こういう時は平筆使ったりもします。長いあれですよ、 DVD ですよ。今もたまに授業で見せます。案外学生面白がっていますね。仕事で絵を描くってどういうことなのかっていうの。今はまあ CG とかがほとんどらしいですけども、ズバズバズバ、よいしょ、ズバ、ちょっとドライブラシといって、あんまりこうね、絵の具をこうに水をつけないで描いていくような技法にしていってます。もちろん乾きをですね、ある程度早くせなあかんっていうこともありますし、ちょっとこう大胆に、これ透明水彩です。今日あのホルベインさんのやつです。いつももうぼちぼちホルベインって宣伝っぽく、宣伝案件臭くなってきてるので、別に宣伝してるわけじゃないですよ。画材渡辺さんにこれしかなかったというだけの話なんで、チューブ式のあのセットがですね、ぼちぼち草壁さんの取り寄せました。ネットで取り寄せましたんで、こちらの方を使用することも多くなってくるかと思いますね。あんまり宣伝したくないっていうかね、なんかこうどこかの偉いさんの息子さんみたいになってしまいそうですもんね。一応公務員なんでですね、その利益相反的な部分、まあもちろん何もお金ももらってるわけではないですけどね。よいしょ、どこぞやの偉いさんの息子さんみたいになってしまったらまずいんでですね、
よいしょ。何言ってるか分かりますよね。そうですね、ホリベインさんって、まあ、入手しやすかったりもしますよね。でもどっちかというと九州は日下部さんの方が多いというのは聞いてたんですよ。油絵に関しては日下部さんと松田さんが私がいつも使っている渡辺ガラス、別に宣伝案件ではないですよ。完全に小木曽独占企業状態なんですけども、私はそこしか近くに画材がないというだけなんですけども、ホルベインさんよりはどっちかというと日下部さんの方が多いというのを聞いてますね。ちょっと水だけでちょっと空のところを拭き取って、まあ完全には取れないでしょうけども取りましょう。おお、168までいった、すごい。170ぐらいいきそうですね。よいしょ。なんか先がぶつぶれた筆とかないですかね。先がぶつぶれた筆欲しい。なんかちょっと絵の具スパッタリングぐらいしてみます。こないだこれね、歯ブラシですね、アトリエ置いてたらこう息子が舐めとったんですよ。もうショックでしたよね。汚い筆を舐めてました。もういろんな免疫ついてますよ、あの子は。よいしょ。あんまり水をつけずにガンガンいってます。あと声汚いの無理してくださいね。酒を飲んでね、椿鬼奴さん状態やと思ってくれたらいいですからね。もう無理してくださいね。たまに声汚いとか言われてももう治らんですもんね。こんにちはこんにちはっていうわけにはいかないですもんね、うん、よいしょ。おはようございます。あ、浦さん、いつもおはようございます。もうお元気ですか。今、22分経過。もうなんとなくこう山とか見えてきましたよね。山とか見えてきて。ここがね、ちょっとドライヤー失敗しましたね。皆さん見てましたよね、失敗の瞬間も。だから落ち着いて乾かした方がいいですよということですね。まあね、まだ乾いてないですもんね。今日ちょっと九州寒いですね。今日13、4度って言って、昨日も風強かったんですけどね。うわ、174人、すごい。部屋とワイシャツで私気づかなかったでしょうね。ちょっと昭和ですもんね、私のね、ほんとね、センスがね、昭和ですよね、ほんとね。よいしょ。いつもはですね、この、3月の頭ってですね、大体毎年こう学生と卒業旅行に行くんですよ。でも今年はこういう状況なんで行けなかったっていうのもあるんですけどね。いろんなとこ今まで行きましたよ、本当に。もうで、なんか毎年毎年続けてたら、毎年みんなで行こうみたいな、ゼミの学生みんなで行こうみたいな雰囲気にある年からなっていって、そうしたら30人ぐらいいるんですね、僕のゼミ生ってね。30人で行く旅行ってもうね、僕も完全に引率の先生ですからね。めっちゃくちゃ苦痛になってきて、もうなんか何かしでかすんじゃないかとかね、なんかそんな感じがありましたね。今年だからないんですけどね。180、幸せですか。ありがとうございますね。24分経過ですよね。ダラダラと長いのもね、あれですけどね。もうすごいファンの人やったらいいですけど、僕みたいなおっさんのライブペイントで、ね、そんな長いと鬱陶しいでしょ。だからいつもこうやってね、だいたい1時間ちょっとで、長くても1時間ちょっとで終わらそうとしています。そしてなるべく完成作品は完成させるように努力をしています。なんか質問あったらしてくださいね。僕も今日話すこと何も決めてませんので。最近こうね、なんかこうな、あのチャンネル登録してくださった方とかもね、どんどん新しい質問でも結構ですよ。ほとんど答えますんで、ほとんど。
知床近郊、また摩周湖にも近い、裏摩周湖一番近いです。今朝マイナス17度、すごいですね。マイナス17度。恐ろしいですね。考えただけで。17度。こちらは現在気温はですね、私今エアコンもつけてないですが、室温 18.9 度。湿度 76%、 外は曇りですね。公園行くかどうかでしょうけどね、公園行ったらめちゃくちゃガキンチョいますからね。うちのチビ1歳半なんですね。昨日一昨日ぐらいで1歳半なんですけど、もう自分は何でもできると思い込んどるんですよね。だからもう小学生とかと一緒に遊びたがるんですけども、全然できるわけないじゃないですか。でも散々こけますよね。こけ倒してこけ、あ、これはですね、ラファエロっていう会社の水彩筆です。これめっちゃ高いですよ。コリンスキーという、動物の毛ですね。だからめっちゃ高い、イタチ科の毛なんですけども、希少動物的になってきて、おそらくもうこれももうなくなると思うんですけどね。でもなんか今他の会社、筆会社の人がいろいろ試行錯誤しながら、これに近いような筆を今作っていっているという感じでございましょうか。似たような感じの筆というのがちょっとずつこう作られるようになってきています。ここからちょっとスピードアップしますね。577人、すごいですね。あ、だいぶできてきてましたね。なんかベラベラ喋ってた。あとは複雑にしていく作業が中心なので、そんなに大きな動きもないので、遠慮なくこう質問とかしてくださいね。よいしょ。難しいですよね、本当にね、いろいろね。皆さん絵描くの好きですか？私みたいに仕事となってくると好きとかも言ってられないですもんね。ただただ締め切りがやってくる。先生ぼちぼち締め切りがあってね、電話かかってきたりですね、しますもんね。あ、忘れておりました。もう最近ひどいもんで、もうあれですもんね、1年間の予定を教えてくれって言いますもんね。それで1年分をだいたいこう一気に作品を送るという荒行に出ますもんね。それができるというのもすごいって言われますけど、忘れちゃいますもんね、どうしてもね。で、忘れんためにももう一気に送るというね。実は一緒に真似しながら描いてみてます。本当ですか？写真がないから結構難しいんじゃないですかね。どれを書いて、どんなん書いてるかわからないというね。よいしょ。写真があればね、ごめんなさいね、今ちょっと上げれませんが、後でこの作品と上げておきますね。すごい景色ですよね、ほんとね。ここは本当一番時間かかるやろうなと思ったんです。雪が積もってる木ですね。ここが圧倒的に難しいなと。お、30分経過。そうですね。こうやってね、ここの中のこうね、影っていうのが、やっぱ雪の影って綺麗ですもんね。流氷とかも見に行きましたよ。流氷もうすごいブルーなんですね、あれね、すごいですよ。いや本当その友人のおかげですごくいい取材ができまして、流氷もすごい綺麗に撮れました。本当は絵描きたかったんですけどね、もちろんね、ちょっと時間もないし、頭のこうあれにはしっかり脳みそには入りましたけどね。おお、192、もうすぐ白日会やめ、はい、やめました私。白日会すみません、僕やめたんです。もうね、皆さんここもうね、あんま聞かないでくださいね。やめました、ありがとうございました。なんでですかとか聞かないでください。もうね、別に必要ないというわけじゃないですが、言ってなかったんですよね、僕ね、もう何年もね。だからもう申し訳なくてですね、いろんなこうなんか選んでもらえたりするのも本当に申し訳なくて、私じゃない人選んでくださいって言ってたんですけど、なんかこう選ばれて、選抜点とかですかね。だからそういうのも申し訳ないから、もうよいしょ。
雪が積もっている木か、そうですね。髪の白色が、もう髪の白は髪の白のままいってますよ。いきますよ。ね、1時間ぐらいで書いてるということをね、皆さんね、ぜひ知ってほしいですよね。以上。寒い地方の晴れた日の空が今我が家の窓からも見えてます。ほう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 。小木曽先生は周りの絵 を描く仲間に嫉妬することは昔はやっぱありましたよ。もうめっちゃ塩谷くんとか嫉妬しましたよもうね、塩谷くんとか同級生とかね、あの塩谷亮さんってね、あの同級生、今も仲良しですけど、あの大学が違ったんで、やっぱすごい彼はデビューも早かったですし、あの才能ももちろん今もすごいありますんで、すごい嫉妬はしましたけど、もうかなわんなって諦めましたね。でもこうやって明るいおじさんで やっていくのが楽しくなってきて、もうかなわないものがかなわないと。だからなんて言うんですかすごい人はすごいじゃないですか。どうしても才能がすごいあったりとかですね、もちろんそういう人は会って話したりするともう努力もものすごいしてますけども、私自身はもう多分もうあのいろんなことをやるのが好きで、あんまりその同じ土俵に立つというわけではなくて、もう違う土俵に立っているというか、まあ、彼らすごい人たちがメジャーリーガーなら、僕はもしかしてクリケットかもしれませんね。クリケットやって、インドではめっちゃクリケットでしたっけ、インドではめっちゃメジャーなスポーツですけど日本ではみたいなね、まあ、そんな気分で言いますね。例えばこういう YouTube やって、こう案外自分には合ってるというか、皆さんとねこうやってコミュニケーションを取るのがもともと好きやった人間が、コロナで一気にそういうのができなくなってしまって、でも この YouTube というのを、ある中学生が先生の授業を受けたいですという、こうコロナだとね始まったばかりぐらいの時に言われたんですよ、中学生から。そしたらなんかこう、じゃあ YouTube っていうのをうちの奥さんがうちのちびっ子を YouTube に上げたんですよ、突然ピッと。え、何それって言ったら、めちゃめちゃ簡単にこんなん上げれるよって言って、でそこから始まったのが、お酒飲みながらリンゴを描くという動画が始まるんですね。実は幻の絵画って皆さん見たいですか？同じリンゴなんですけど、また酒飲みながら絵描いてて編集、ノー編集で20分ぐらいで描いてる動画があるんですけど、皆さん見たかったら1年記念であげましょうか。ひどいですよ。もうスマホをただ置いて、上から撮って、ダラ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 喋るというね、独り言のようにダラダラ喋るという、まあ、飲み屋にももちろん今もあんま行けてないですが、あ、これね、山切りカット筆でめっちゃ細かいの描けますよ。でそこから始まったんですね。だから僕にとってはそっちの土俵も面白いなと思えるようになってるので、もともとはもう本当に、ここ何年間かで、佐賀県のですね、佐賀県立美術館っていうので保木美術館大賞展っていうのを開いていてでそれで、結構そのいろんなゲストとして島村先生とか帯先生とか大畑先生とか、あ、野田博先生とも2年前ですかね、一緒にお食事させていただいて、北海道ですよね今お住まいが。もうすごくこうそういう経験をさせていただいたら、もう、まあ、かなわんっていうか土俵が違うなっていうのを思いましたんで、私は佐賀のクリスチャンラッセンを目指そうかなと思ってます。ありがとうございました。いい質問ですね。ね、雪積もってる木か、神ヶ白、塩谷さんのね、もうほんといい人よ、めちゃめちゃいい人、もうほんとにもう、あれはずるいよね、イケメンでいい人ってもうずるいよね、反則よね。私なんかね、あの本当にあのひねくれ切ってますからね、ひねくれ回って一周してようやくまともな最近人間になったんちゃうかぐらいの感じですもんね。もう若い頃はもう嫉妬しかなかったですよ。例えば先に芸大に入ったやつに対しても嫉妬はしましたしね、もうそんなんばっかりでした。先にあいつ現役で入った人間とかをね、やっぱね、僕は浪人したんで、羨ましくてですね、嫉妬したりですね、もうそんなもんですよ。今はもうね、そんななくなってきたんで良かったですよ。穏やかな人間になったというか、まあもちろん作品ではね、熱いパッションを持っているかもしれませんが、そんなんでこう、なんかこう、体力使うのしんどいですもんね。
うん、それはすごいありますよね。やっぱりこうマイナスの感情の方が絶対こう体力使いますもんね。プラスの感情のがね、みんな楽しんでくれたら嬉しいなと思って今日もこうやって頭の中で準備進めていってる方が毎日楽しいじゃないですか。よいしょ、よいしょ。うわ、200人、うわ嬉しい、ありがとうございました。200人ということで、もうライブペイントは今後やりませんというのは嘘ですがめっちゃ嬉しい。200やってすごいね。200人ってなんか講演会しても大体200人ぐらいが今まで最高ぐらいやったんですけどね。めっちゃ嬉しいですわ。200やって201やって、めっちゃ嬉しい。スーパーチャット機能っていうのがついてんのかな、これ今日朝方なんか一生懸命いじってたんやけど、めっちゃ嬉しいわこれ帰ってきた奥さんにより優しくなりますね、私ね。よいしょ、だいぶ細かい仕事しだしましたね。僕の悪い癖、筆どこにあったのなって、 こんな本当に280円のこんな瞑想筆とか使うんですよ。本当にこんな209円ってすごいですね。どうしたのね、面白いですか今、3時6分経過。皆さん目撃者ですよね、ちゃんとね見てましたよね。ちゃんと時間通り始めて、うん、1時間で終わりますので、1時間以内かもしれないですもんね。まああまりも変化ないと思いますので、なんか質問とか遠慮なくしてくださいね。いやーでも本当持つべきものは友やなと思いましたよ。今回も本当友人がね、3日間ぐらい仕事も1日半ぐらい休みにしてくれて、本当にいいやつでですね、本当にめちゃくちゃいいとこいっぱい連れてってくれました。本当にもう高校卒業して何年かな、僕は高校の卒業式も行かなかったのであれですけども、まあ、行かなかった理由は芸大の試験とかがあるから、あったからなんですけどね。でも本当にそのずっと付き合ってくれてですね、いいとこいっぱい連れてってくれてね、ずっと運転してくれて、さすがに彼も疲れてたと思うんですけどね。よいしょ、214やって、部屋にぎゅうぎゅう詰めで見てることになりますよね。すごい、214人やって嬉しいね。またね、ちょっといつか次、来週とは言い切れないですが、またやりますからね。来週とかは分からないです。なんかスケッチ行きたくてですね。なんかどうも、新しいこう携帯のプランだと、ある程度こうギガ数があって、Wi-Fi なくても外でライブペイントできるんちゃうかなって、ちょっと思っているんですよね。面白くないですか？でもライブペイントしてるときはね、うちには妻とちびっこしかいないということがバレてしまうから、あんま良くないのかな、セキュリティ上どうなんだろうとかいろいろ考えてしまうんですけど、でもまあ3月27日28日ですね、佐賀テレビさんが主催で、佐賀の春フェスというのがあるんですけども、それで私ライブペイントをやります。 YouTube、佐賀テレビ YouTube チャンネルでやるって言ってましたね。こっちでやればいいのね。で、佐賀テレビさんのチャンネル登録者数が昨日あたり、拝見しましたところ7900人でした私とそんなに変わらなかったです笑っちゃいますね。ね、もうズブズブの強い忖度がございます。忖度なんかないかまあ、もともとその保木美術館展っていうのは佐賀テレビさんの今の社長さん、今の会長さんがすごい保木美術館が好きで、でよく見に行ってたそうなんですね。でたまたまその2014年かなんかに、私が三越さんで個展をしていた時に、その時、前の学長さん、当時は副学長だったんですけども、が東京出張で、佐賀空港から飛行機に乗ったら、その佐賀テレビの現会長、当時社長さんと一緒になったそうなんですよ。そしたらその佐賀大学の学長先生が、今うちの若い先生で小木曽というのが三越で、今城を入れました、小木曽というのが個展をしているから見に行ってあげてくれへんかということで、来てくださったんですよ。でそこで初めて知り合って、それで保木美術館が好きなんで、保木美術館展みたいなの佐賀県立美術館でやりませんかって言ってやるようになったんですよ。だから全国的にも保木美術館さんのその展覧会を巡回して、回していった一番初めの方なんですよね、確かね、佐賀テレビがね。
で4万人と2回目の超写実展は3万何千人入ってるんですよ。佐賀県人口80万人ですからね。うわ、208 CM、 そうなんですよ、多分入ってないですか、わかんないです、僕入れてみたんですけど、なんかこのぐらい収益ありますよっていうのが来るようになりましたよでもなんかそれ受け取り方わかんなくてまだ困ってるんですけどね、もう笑っちゃいますよね、もう全然わからん、誰か助けてくれって言うてるんですけど、 CM 入ってないですかね。でそれを入れたからだと思うんですよ、その Google さんが一気に宣伝してくれたんやと思います、あれなんかね。だからこう僕その仕組みがよく分かってないんですけどもね、214パチパチパチ、ボタニカル用紙を使って水彩画を描いていますが、たわまなせないため水張りは、そうです、たわむんやったらね、僕これ毎度やってますけども、これあれですもんね、ボードです、ボード、もうちょっと高いけどもたわむの嫌やし水張りめんどくさいから、キャンソン紙というののボード、イラストレーションボード、キャンソン紙というのをいつも使ってます。なんかこう作品にするとっていうかですね、かっこいいじゃないですか薄い紙ペラペラやったら僕はなんかちょっとそういうとここだわるというかですね、もうプロなんですね、長らくプロをしているとですね。ちょっと白も入り出しました。これはポスターカラーの白です。ポスターカラーの白はもうほとんど透明水彩の白と変わりませんので、少し白も入れ出してます。ちょっと細かいディティールも描きながらですね。まあ、だいぶこう出来上がってきましたね。そうでしょ、しゃべりながら描くってすごいでしょ。YouTube 面白いですか、鬼工業とか面白いですか、あれ本当もう大学のあんなずーっとやってきてるし、大学以外でも予備校の先生もしてたから、もう何千回とあんなことやってて、ただそれをやってるだけなんですけど、やっぱ面白いですか、あれ一般の人から見ると、なんか忖度なくバスバス、ちなみに明日あげるやつはめっちゃ厳しく言ってますよプロの人が応募してきて、やっぱ実際になんかちょっと悩みを言ってはったんで、もうめっちゃ厳しく言ってます、過去最高に厳しく言ってますんで、その方からクレーム来るか、まあね、多分こうそれで敵をいっぱい作っていってるんやろうなと思いながら、まあええかと思ってるんですけどね。すごいね、すごい、わー、瞑想での山切りカットの動画見当たりませんでした。何やったっけ、なんかこう最近のやつ、に挙げた人物の写実風に描いてみたとか、この辺の動画になかったですか。すいませんね、この辺の動画になかったですかね。多分確認してみたら、多分これに僕上げてると思いますよ、再度こう作り直しているので、もう一回見直してみてください、今のやつね。うわ、出ました、嬉しい、初めて出ました。もういや、今日昼のお弁当、高いの買ってきて、今弁当買ってくれてます、一番高いの買ってきて、一番高いって言ってもスーパー森永の弁当は499円ですけど、ありがとうございます。わあ、めっちゃ嬉しい。いや、これですよ、これを見てみたかった、初めての方はこの方ですね、ありがとうございます。もうね、好評会とかもね、もう無料でやってるから、こういうので本当にうちのちびっこにようやくおむつを買ってあげるずっと垂れ流しだったんですよ、もう今まで。嘘ですよ、面白いですか、一人で喋ってますからね、これねいないです、大成功です、もうありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいな、ほんとこれでようやく大成功ですね。いやー、これは嬉しいわ、こういうことですね。僕はこれをやりたかったんですよ、なんかこうね、なんていうんですか、まあ大道芸じゃないですけどね、ゲームやすりだとか言われることもありましたけど、僕なんか教育実習に行った時にこう、高校生の前とかでこうやって回転見せてあげてたんですよ。そしたらその時の美術の先生がね、ゲームやすりだとか言ってですね、めっちゃ怒られたんですけど、でもやっぱりそのなんかね、プロの技を実際に 見れるとか見せるっていうことも絶対僕必要やと思ってるんで、ね、それによっても皆さんの、ね、知的好奇心が深まればまたいいことですし、ね、朝一日の活力になればいいと思いますし、45分経過どうですか、喋りながら描いていったこの作品、
いやめっちゃ嬉しいわ。これが初あれですね。よいしょ。そうですよね。だいたいこの額ぐらいでこの紙1枚買えますからね。そうなんですよ。これライブペイントで描いてる絵って基本的に売れないですからね。これもめっちゃ短い時間で描いてるから、そんな高い額で売ったらっていうことで僕は基本的には出してないですしね。だからいや非常にありがたいですね。もう最高額の設定があるんですよね。もう最高額出した方に僕これあげようと思ってますけどね。最高額でいくらでしたっけ？ 5 万でしたっけ？GoPro 買えますよ、GoPro。GoPro 買えますよ。まあ、私とその友人との会話でございます。いつか彼がこの動画を見たときに、このことに気づくでしょう。よいしょ。で、葉っぱをちょんちょんちょんと。ちょっともう今日早めに終わりそうなんですけどね。もう大体こんな感じで完成かなと今回思ってますけども、いかがですかね。ね。皆さんの方に質問とかありますか？45分、46分経過。サインを入れて、ちょっと乾くの待ちたいとこですけど、ちなみにですね、これ今日は透明水彩でやりましたけども、アクリルの動画があるんですね。ちょっと見せしますね。今見当たらない。あれどっかやってしまった。あれちょっと乾くの待ってますんで。あれあれ忘れてたのな。あれどっかに動いたな。すみません、どっか行ってしまいました。あったあった。今皆さん見ていただいているのが透明水彩です。ちなみにアクリル画はこれです。うわ、また赤坂さんありがとうございます。すみませんね、これアクリルです。これまた近いうちあげますね。こっちは透明水彩です。嬉しいね。だいぶこう、赤坂さんありがとうございます。素晴らしい。いや嬉しいですね。これアクリルですね、画材の違いみたいなのを今日のこの透明水彩、ちょっとここはもう皆さん見ていたと思いますけども、そのドライヤーで乾かさなかったらこういうのできませんので、ぜひ、ドライヤー落ち着いて、落ち着いていきやって知ってますか。ユリアンレトリーバーさんですね。奈良県出身なんですけどね。これが、まあ、透明水彩はこういうバージョンですっていうことですね。なんとかアーカイブに残ってくれることを、スマホを変えたのでストレージ問題が解決してアーカイブに残ってくれるんではないかという期待をしている。あ、すごい、217人やって。ちなみになんか皆さんあれですか、あ、鬼好評していただいて、俺は嬉しいですね。そういうことですよ、そういうことね、そういうことですよ。本当にそう言っていただけるとありがとうございます。よいしょ。いうマスキングテープをちょっとまだ乾いてませんけどね、絵がね。言うと、もう50何人来るともう名前とかももうもちろん覚えれないですから、すみませんね。もう10、よいしょ。今日最速に近いかもしれませんね。最後気持ちいいでしょこれね。ありがとうございます。マスキングインク代になるかテープ代になるか分かりませんが、どちらかにしますね。ピューということで、全体が、まあ、これで最後サイン入れておきましょうか。皆さんサインがね、なんか下品やとか言うて僕毒入ってますけどね、僕らは品よく入れますよ、品よく入れますよ。この辺に入れておきましょうか。おーぎーぞ令和3年、もう読めないですね。3月7日という感じでございました。 ありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。そんなもう質問なんかなんぼでもしてください。もう本当、わーすごい。今日ちょっとどうする、焼肉食いに行こうか。1800円じゃ食えへんか。
ありがとうございます。うちの妻も大変よる。ちなみにこの収益の受け取り方がまだわからなくて、今日もパソコン2時間格闘してましたが、わかりませんでした。皆さん本当ありがとうございました。ということで、本日のライブ配信は、50分ということで以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとう、220人。ありがとうございました。終了いたします。どれやったっけ、終了。あ、これや。